2015年11月2日、NATO の合同演習トライデントジャンクッチャー15にて行われた M119A3105mm 榴弾砲の射撃演習 M119105mm 榴弾砲はアメリカ合衆国がイギリス製の L119 をライセンス生産して採用した榴弾砲である。アメリカ陸軍は戦略的機動力の高い軽装不評手段や 空挺手段用の 105mm 榴弾砲として M102 を装備していたが、1982年のフォークランド紛争において、イギリス陸軍が使用した L118 が M102 を大きく上回る射程と性能の高さを有することに注目し、L118 をアメリカ軍でも使用している、NATO 標準規格の 105mm 砲弾を 使用可能にした L119 を1987年に M119 として正式採用しライセンス生産を行うことにした。その後、細かな改良を行った M119A1、新型の標準装置を装備した M119A2 に逐次改良されながら運用されている。UH-60 に吊り下げられて運ばれる M119、M119 は、 アメリカ陸軍において、不評旅団戦闘団の編成において、主たる沿線火力として運用されている。輸送手段としては、ハンブーンなどによる、牽引のほか、UH-60 ブラックホークや CH-47 チヌークの機体下部に、吊り下げるなどの手段で容易に運搬することが、可能である。1991年の湾岸戦争で使用された、どうかは不明であるが、 アフガニスタン戦争やイラク戦争では使用されている。砲弾装填時の様子出展、ジョン・パイク、M119A105mm ライトウェイト等度、ハウィットサー。2011年8月18日閲覧。初言作動機構性能砲弾、創薬。ありがとうございます。